頼み込んだら水着姿も見せてくれそうなプリコね。ハージもあるよ。ということで今回は、つむぎさんのストーリーを紹介します。視聴者兄貴たちは頼み込まれてついつい承諾しちゃったことはあるかな。借金の連帯保証人になるのはマジでやめとこうね。ガチャが無料。こんなに揺れるなんて聞いてません。14歳のスタイルじゃない。よく考えたら昨日も遅くまでライブやってたんですよね。日が昇る前に乗船して寝不足の状態で釣りをすればそりゃこうなるというか。寝不足だと謎の心臓の痛みが起こるよね。こんな正体を晒すなんて幻滅者ですよ。絶対にバレないようにしないと。アイドルの姿か。もしかしたらこれが気持ち悪いと思うから気持ち悪いのかも。何も考えずに風景を眺めていれば少しはマシに。美少女メメリスちゃんを見て癒されるんだ。あの子が着ているのは今流行りのワンピース水着。私の店でも作ってみようかな。デザインはそうですね、白服水着も流行らせろ。ダメダメ、考え事したら余計に気持ち悪くなります。これはもう静かに目を閉じてるしかありません。ヘロインにも一定の需要があるからセーフセーフ。頭がぼーっとしてきました。本格的にまずいです。私このままじゃ。何がまずい、言ってみろ。あれ、今の声って。それはお嬢様の主治医だから。騎士さん、なんでここに。そのコップの水もしかして私にですか。じゃあいただきます。お茶でも飲んで話でもしようや。ありがとうございます。騎士さんのおかげで少しすっきりしました。ぐえ、船が揺れるん。大丈夫です。すごい揺れでしたけど騎士さんが受け止めてくれたおかげで転ばずに済みました。みんなれい、癒しか女ばい。あの騎士さん、私この展開は吐きそうです。ご迷惑をおかけしました。つむぎちゃんのゲロでご飯3杯いける。最悪です。騎士さんにあんな見苦しい姿を見せるなんて。いっぱい出たね。実際船酔いってしんどいんですかね。騎士さん本当に心配してたんだ。悪い人じゃないんですから、ここは素直に。はい、おかげさまでこの通り。これなら魚釣りも再開できそうです。魚釣りする格好じゃないと思うんですが。え、私が狙っている魚ですか。騎士くんでしょ。それはもちろん、レイ様が以前釣ったという魚です。レイ様がその魚拓を見せてくれたんですけど、確かこの地方でしか取れない虹色の鱗を持った魚なんですよね。マグロ、ご期待ください。私も大物を釣って魚拓を作ってレイ様に褒めてもらうんです。たまにお魚屋に行くとバカでかい魚拓あってたまげますね。騎士さんも二人は釣り仲間で一緒によく魚釣りをしている。レイ様のサオテクはすごいぜ。宣言撤回です。騎士さんはレイ様に取り入ろうとする下劣でいやらしい人です。よりにもよってレイ様と釣りデートだなんて。旗から見れば今まさに釣りデートしてるのに。騎士さんは負けられません。どっちがレイ様にふさわしい魚を取るか勝負です。戦の種が鳴る。あ、撃つとやろや。よし、仕掛け完成です。では早速釣りますよ。えい、来い来い、騎士さんよりも大きな魚。来いよ来い。なんか静かですね。釣れませんね。マキエじゃ、マキエを巻くんじゃ。誘う。騎士さんがやってるように竿を揺らせばいいんですね。やってみます。タチションかな。じゃなくて、私を見てたら騎士さんの時間がなくなっちゃいますよ。ユニちゃんはデートに誘わないのにどうしてそんなイケメンなことを言うんですか。騎士さんらしいセリフですね。勝手に敵対心を燃やしてバカみたいです。所詮ユニは敗北者じゃけえ。やめたまえ。でも教わる気がない態度をとっておいてご好意に甘えるというのは礼儀に反するので、改めて言います。釣り方教えてください。え、
よくて。実際釣りは難しいよね。僕ちゃんも釣り糸垂らしてるだけだし。引くタイミングを間違えた。次こそ釣ってみせますから。でも岸さんのおかげでちょっとずつコツをつかんできましたよ。なんだか楽しくなってきました。お互い釣りデートを楽しんでいるようですね。レイ様のこと忘れてそう。それぐらいじゃもう動じませんよ。本当。うわ、急に竿が。これは手応えありです。竿がビクンビクンしてる。でも重くて引き上げられない。こちらも密着して引き上げねば。ブサ法というもの。え、岸さん、ちょっと密着しすぎじゃないですか。意識しない。集中。こいつらや。大物だと思ったらフグのパターンはやめてね。やったー、釣れました。イエーイ。虹色の魚、それもかなり大きいですよ。大物を釣り上げた時のテンション爆上がりはわかる。はい、これでよし。あとはお嬢ちゃんの名前を書くだけだ。よよよ、岸さんの名前も書きましょう。いいの。何驚いてるんですか。言っておきますけど、断るのはなしですよ。自分だけの手柄にはしたくないの。レイ様にさりげなく岸君との関係性をアピールするエアシカテク。それとおまけで、オフの時の紬さんの様子も見てみましょう。いい天気。今日は絶好のサーフィン日和。今日もいい天気。のぞみさんやちかさんと来たかったな。でも予定があるならしょうがないですよね。そういえば岸さんもやけに張り切った様子で出かけていきましたけど。すぐ男を気にするレズのユタ。あの人の予定なんて気にしてませんよ。ええ、これっぽっちも。本当。今日は思いっきりオフを満喫します。いざ海へ。海だ。そこに世界中の女の子と知り合いの男が登場。岸さん、なんでここにいるんですか。それはこっちのセリフじゃい。あれ、兄ちゃんの知り合い。お姉ちゃん、誰かに似てるような。そう、カルミナの。一体何つむぎなんだ。ああ、それよく言われるんですよね。ごめんね、遊ぶならバレないように遊べってプロデューサーに釘刺されてて。宴。それもそっか、アイドルがここにいるわけないもんね。アイドルはここにいないし、トイレにも行かない。それで3人で何をしてるんですか。素敵な仲間が増えますよ。ごっこ。私たちね、お兄ちゃんと一緒に泳ぐ練習をしてるの。朝から兄ちゃんが一人で練習しててさ、見かねた俺たちがコーチをしてたんだ。モブの小さい子かわいいよね。というか岸さん、泳げなかったんですか。卑怯者はミキたちは泳げるかな。特訓の成果が出たな。でもそろそろ戻らないと。だけどお友達が来たなら平気だよね。うむ、任された。私ですか。教えるのは別にいいんですけど。つむぎちゃんでっかい浮き袋あるし泳ぐの得意そう。お、役割だ。これって兄ちゃんにとってチャンスなんだ。やってみせろよマフティ。兄ちゃんすっごく優しいんだぜ。彼氏にしたらすっげー大事にしてくれると思うぞ。実際有料物件だぜ。彼氏、いやいやいや、そんな予定は一生ないですから。くく、そう言ってられるのも今のうちだぜ。お兄ちゃん応援してるからね。バイバーイ。あ、お嬢ちゃん、今夜僕と一緒に。行っちゃいました。というか、あんなことを言われた後で二人きりなんてかなり気まずいんですけど。海、水着、二人きり、何も起きないわずがなく。私はサーフィンしてきますので、どうぞ頑張ってください。おっと、申し訳ないけどお見せできるのはここまでだよ。この先のつむぎちゃんが夜のサーフィンをしちゃうお話はプリコネ X で楽しんでくれ。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、
君もユリのノンケ落ちで抜こう。あと今回のサムネはラムネル子さんにお借りしました。ありがとナス。で、チェラチェラッパチェロチェリリン。